私はもう帰るけど、ナオ君はどうするの？うん、今日はお休み。
ちは。あ、くずみくんに藤枝さん、熱紙を持ってきてくれたんですね。はい、こちらです。藤枝さんの字はとっても綺麗で読みやすいです。ありがとうございます。はい、ご苦労様でした。資料を作ってるんですよ。23日だよ。参加するのは初めてです。ええ、車で通りがかっただけですが。これは誰でも一緒。試験も頑張ってください。では失礼します。はい、楽しい連休を。藤枝、ちょっと。この前の証明問題なんだが。あ、はい。説明に時間がかかりそうなんだが、今日は大丈夫か？私は大丈夫ですが、少々お待ちください。あのね、深野先生が前に質問してた問題を教えてくれるみたいだから。ありがとう。ごめんね。